紀州のドンファン、元妻のいわゆる別件、詐欺事件についてお話をしていきたいと思います。事実上のポイントっていうのは、一言でまとめるとですね、渡されたお金、これにどんな意味を持たせていたのかという点がやっぱり一番重要なんじゃないかなと思います。皆さんこんにちは。弁護士法人 ALG&アソシエイツ弁護士の沖田です。今日は紀州のドンファン、元妻のいわゆる別件、詐欺事件についてお話をしていきたいと思います。まだ確定した刑事裁判ではありませんし、被告人が事件当時19歳であったことを踏まえ、被告人名については言及せずにですね、 A という記号を割り当てて説明をしていきたいと思います。概要を説明します。ジャンルがですね、恋愛詐欺で、被害金額は約2980万円、特色としては A 自体すでに別の事件で注目を集めている人物であることが挙げられます。具体的には紀州のドンファン殺人事件というものがあって、むしろこの関連事件の方が著名なのかなと、有名なのかなと思います。このドンファン殺人事件の被告人、元妻がですね、別件の問題とされている A ということになります。2種類事件ありますので整理をしたいと思います。で、時系列としてはこの詐欺事件が先に起こって、次の殺人事件が2番目というところですね。2015年から2016年にかけて、当時未成年の A が被害者に対して詐欺を働いたんではないかということが争われています。で、紀州のドンファン殺人事件の方は2018年の話で、これは最初の詐欺事件とはもう違う人ですね。ドンファンと呼ばれた資産家の方が被害者ということになります。で、このドンファンと呼ばれた方の元妻がこの詐欺事件の A と同一人物ということになります。少し、詐欺事件についてね、詳しく説明をしていきますが、これは2015年から2016年にかけて3回にわたってですね、札幌市で起きた事件ということになっています。当時61歳の男性ですね、この方に対して、海外留学の準備金や弁償金なんかの名目でですね、現金合わせて約2980万円、これを騙し取ったんじゃないかという罪で裁判になっているという事件ですね。これ刑事事件ということです。裁判ではですね、検察側は A は2014年札幌市のすすきののキャバクラで働いていた時にお客さんとして来た男性と出会ったんだよという説明を織り交ぜながらですね、この A という人は美容関連会社の社長さんのつてで海外にね、留学したいという話をして、現金として約1500万円をくださいという話をしたんだというふうな主張をしています。これをもって、海外留学に必要なお金なんだという嘘をつかれて、男性はお金を振り込んでしまったんだというストーリーを展開しているのが、これ検察側ということになります。一方で弁護人側はですね、どんなことを言ってるかというと、いやいやと、男性は騙されてなんかいませんよと、こういうことを言うわけですね。 A さんと性的な関係とか心理的な支配感を得たいがために、男性はお金を振り込んでいたんだというようなストーリーを展開している。これが弁護人側の主張です。法律上の、争点というものを見ていきたいなと思います。一言に詐欺罪といってもですね、抑えるべきポイントというものがありまして、法律上は次の4つのポイント、これが詐欺罪の中核と言われています。欺罔行為で、相手方の錯誤に基づく交付処分行為、そして財物財産上の利益の移転と、この4つにまとめられるわけですね。難しい言葉で書いてありますけれども、覚えてもらう必要はなくて、要はどういうことかというと、1番はこれ騙すよという行為がありましたと。で、2番目は相手がそれで騙されちゃったという状態になりましたよと。で、3つ目、その騙されたという状態に基づいて、なんかこう金品とかを渡すとか送金するとかいう、こうアクションがありましたよと。で、4つ目が、そのアクションによってお金とか財産上の利益っていうのが確実に犯人の方に動いていきましたよという、要はこれだけの話なんです。
で今回の保険というのは一番のこれ欺罔行為といいますが、いわゆる騙したという行為、これがあったかなかったかというところが、まあ、ポイントになってくると、争点になっているよというところです。で欺罔行為というのは何かというとですね、まあ、学問上はですね、財物の交付や財産上の利益の処分に向けて人を錯誤に陥らせることを言う、その内容はその交付や処分の判断の基礎となる重要な事項を偽ることというふうに言われています。よく言われるのがですね、ちょっと話盛るとかですねいう話は、あの欺罔行為でいうところの重要な事項を偽るには該当しないというところなんですね。重要な事項ではないというところです。ポイントについてはですね、検察つまり有罪を主張する側は、本当は海外留学するつもりも全くないのに美容関連会社の社長のつてで海外に留学したいという嘘をついて、まあ、これが欺罔行為だというふうに言ってるわけですね。嘘をついて現金約1500万円等の交付を受けただろうと、こういうふうに言ってるわけです。で弁護人側としては、いやいやと、本質は性的な関係や心理的支配感を得たいがために現金を振り込んだんでしょというふうに言うわけです。だから何も錯誤に陥っていないし、まあ、騙しているというわけでもないし、騙されてもいませんよねと、こういう反論になっています。それがまあ何を根拠にしているんですかというふうにこう逆に問われたという場面でですね、当の A 本人はどんなことを言ってるかというとですね、金額がつっかみどころ満載でわかるでしょと、分かっていて遊んでいて話を合わせてくれてるんだろうなって回答をしているわけなんです。でまたですね、弁護人側から何か言っておきたいことはありませんかと A さんは聞かれた時に、これだけのお金を受け取ったのは事実ですと、受け取ったことを認めてるんですね、で嘘も反省しているんですけどと、嘘をついていたということも認めていると。でさらに言葉が続くのが、そもそもベースは愛人なんですよ、私が詐欺師なら被害者は性犯罪者だと思っているというふうに話をしているわけです。で、まあ、検察の方からね、被害者を騙せると思ったんですかというふうに聞かれると、また A さんはこういうふうに答えるわけですね。言い方がちょっとあれなんですけど、男の人は性欲が絡むとバカになるので払ってくれるだろうというのは思った、こういう話をしています。何が本当で何が嘘かっていう話もあるんですけれども、事実上のポイントっていうのは、一言でまとめるとですね、渡されたお金、これにどんな意味を持たせていたのかという点がやっぱり一番重要なんじゃないかなと思います。なのでこのお金の意味についてね、当事者でやっぱり違うよと、議論の食い違いがあるというところなんですけれども、だからこそ他の客観的な証拠をね、踏まえてどういう性質のお金でどんな意味を持たせていたんだろうかという判断がこれ待たれるところであります。次回の裁判は7月の5日で、判決は9月に言い渡される予定です。で以上が概要なんですけども、どこかで見たことがあるようなお話というふうにお感じになった方少なくないんじゃないかなと思います。そうなんです、恋愛詐欺というのは古くて新しい犯罪と呼ばれています。でまさにですね、今日取り上げたメインテーマの事件はまだ確定していないので何とも言えないんですけれども、昔からですね、惚れた相手に騙されてという類の事件はたくさんあるわけです。でこれだけ長くにわたってこうずっと発生し続けていますから、何か人間の本質に近い犯罪類型なのかなと私なんかは考えています。本筋から離れて申し訳ないんですけれども、今日は皆さんにですね、心理学分野の論文をご紹介したいなと思います。タイトルがですね、恋愛関係において発言内容の行為性が欺瞞性の認知に及ぼす影響という名前の論文なんですけれども、この論文は恋愛関係においてですね、人の発言内容が受け手にとって好意的な場合に、その嬉しさから発言内容の嘘っぽさが低く認知されるという可能性を検証しているものなんです。ものすごく乱暴にまとめますけれども、好きな相手から好意を向けられると嬉しくなって疑う気持ちが弱くなってしまうという、そういう論文なんですね。もちろん心理学専門に勉強してたわけではありませんが、門外観なんですが、とても興味深く読ませていただきました。この論文引用してまで何を言いたいのかというとですね、この論文、研究なんですけど20年以上前のものなんです。
でもその内容って現在でもこうやって刑事事件領域で争点になるくらいやっぱりこう新しいものでもあるんですよね。なのでこの場を借りて私お伝えしたいことがあります。恋愛関係でのお金のトラブルとても多いですから、払う方も受け取る側も注意をしましょうという話です。払う方なんですけども、これ背景事情ちゃんと確認しましょうね。それから実際にお金払うときはその意味もやっぱりはっきりさせるべきだと私は思います。でどういうことかというと、返してもらうお金なのか、あげてしまうお金なのか、どういう意味のお金なのか、これきちんとした方がもう絶対いいですよというところですね。で特に大きな金額になる場合は即断即決はやめましょう、よく考えて周りの方にも相談をしてお金について考えてほしいなと思います。で受け取る側もね、受け取る側でこれ何のお金なのかっていうのははっきりさせるべきだと思うんですよね。受け取る、礼儀としてね、誤解してるなと思ったら、誤解を解くように働きかけを僕はすべきだと思います。最悪犯罪だなんだということで裁判にかけられるということもあり得るわけですから、そこはやっぱり交際をする者の礼儀として、きちんとすべきだと私は思いますね。で以上まとめますとね、紀州のドンファンの別件、これ恋愛詐欺事件ありますよと。で争点は偽冒行為の有無で、事実上のねポイントっていうのはお金にどんな意味を持たせていたのか、この点を他の客観的な証拠を踏まえた議論、これが重要になってきますよという話。そして最後に、一般論として好きな相手から好意的な感情を向けられると嬉しくなって事実関係を疑う、確認するね、心の動き働きっていうのが弱くなってしまいますから、お金が絡むテーマっていうのは払う側受け取る側やっぱ慎重にしないといけませんよね、というお話でした。本日のお話は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。さようなら。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。